習志野市長の宮本泰介です。12月28日月曜日午後2時現在のお知らせです。第107回目の発信となります。いつもは平日の火曜日と金曜日にお届けしておりますけども、今日は年末ということで1日早く月曜日の発信となっております。字幕が出る設定にもできますし、コメントを書き込むこともできます。いつもご活用いただいている皆さん、ありがとうございます。はじめに、この度私習志野市長と習志野市医師会豊崎哲也会長と一緒に共同メッセージを皆様にお伝えいたします。新型コロナウイルス感染症は現在急激に拡大しており、習志野市にあっては12月は過去最多のペースで感染者が確認されております。千葉県内にあっても極めて厳しい状況であると言わざるを得ません。千葉県は明日29日から病床確保計画における最高レベルフェーズ4へ移行します。これは千葉県の医療提供体制に深刻な影響が懸念されるものであり、医療の緊急事態であります。このままでは救急患者の受け入れが困難になったり、がんの手術が延期されたりするなど、一般の日常の医療も含めて甚大な影響が出かねません。習志野市医師会では、この医療崩壊を全力で防ぐために感染症対策の周知、受け入れ体制の強化など手を尽くして対応しておりますが、この感染症の拡大を防ぐためには何といっても市民の皆様の協力が不可欠です。年末年始は会食や帰省等外出の機会が増える時期ではありますが、不要不急の外出の自粛にぜひともご協力をお願いします。マスクを徹底する、惜しまず換気する、会食は控えるなど、基本的な感染症対策を実行することでこの感染症は防げます。医療現場の逼迫を防ぐだけでなく、ご自身とご家族の健康を守るために皆様の感染症対策の確実な実践と慎重な行動を強くお願いいたします。医療、行政、市民の皆様が共同してこの難局を共に乗り越えましょう。次に、習志野市内在住者の感染状況についてです。前回発信いたしました12月25日から昨日までの3日間で25人の発表がありました。これで習志野市在住者の新規感染者の累計は359人となっております。なお、実際に療養中の方につきましては、12月24日千葉県発表のデータで51人から55人、その前は41人から45人でしたので10人以上増えているということになります。やはり深刻な状況です。次に千葉県内の状況についてです。累計は1万人を超えました。1万218人、そして退院療養を終了された方は8303人、亡くなられた方は前回の発信より3人増えて114人。ここのところ毎回死亡者が増えている、このような状況です。習志野市の昨日までの1週間の状況なんですけども、新規感染者については50人です。これを10万人あたりの新規感染者数に直しますと、習志野市では 28.52、 こんな数字初めてです。千葉県で 18.58、 千葉県の平均よりもだいぶ上回っている状況です。そして東京都 36.87 ということで40に迫る勢いです。ということで、今日は緊急1週間で50人、10万人あたり 28.52、 この状況についてまずお知らせいたします。1週間で50人ということでありまして、実は昨日の段階で取りますと53人ということで、さらに増えて、これが最高となっております。でその中にあって59歳までの人数が 86% を占める43人
でこの59歳までの中でも20代30代がほとんどとなっています。で69歳までが7人70歳以上の方に至ってはいないということ で、いうことになっています。で、これがですね、意味するところというのはもう前から言っております通り、この師走この時期ですね、とても、まあ、人の動きがただでさえ多いところで、メッセージが伝わってか伝わっていないのか、動く人と動かない人が明確に分かれているということが言えると思います。各駅でそれぞれ人が出る様子、こういうことが比較されておりましたけども、まあ、東京都内で唯一渋谷駅だけが先週の 1.5 倍になっている。他のところは横ばいかそれ以下だということなんですけども、渋谷駅だけが若い人を中心に 1.5 倍の人出があった、こういうことが流れています。これもう本当に何回も言っておりますけども、この感染症は人の動き、人が交流することで広がるというこういう特徴があります。でましてやですね、今変異種というキーワードがいろんな機関で報道されています。でイギリスで発見されたとか、日本でも発見された、そして世界中で発見されているというこのニュースでありますけども、でこれいろいろ専門家の認識等確認いたしましたけども、基本的にはこのウイルスというものは人から人へ移っていく過程の中で少しずつ変わっていくんだそうです。で、それいう、まあ、その中で、端的で分かりやすかったのが、いわゆる自然淘汰されまいと、この勝ち抜いてきたウイルスが、勝ち抜いてきたわけですから感染力がある、高い、上がっている、こういうことになるんだそうです。で、ただしそのウイルスそのものが、いわゆる車でいうところのフルモデルチェンジして全く性能が変わる、つまりは重症化しやすくなったとか、そういうようなことは今のところ確認されてないようであります。まさに車のマイナーチェンジで言いますと、ライトの形が四角から丸になったとか、あるいはドアの形が角張っていたものから丸みを帯びているなど、つまり、少しずつ性能を強化していこう、良くしていこうというようなマイナーチェンジの一つ、こういうふうに思いますと、まさにですね、なぜマイナーチェンジするのかといったら性能を上げるためということになります。まさに変異するということは、そのものウイルスそのものの特性は変わらないけども感染力だけが上がっている、こういうような解釈ができるのかもしれません。そういう中において先ほど医師会そして私共同の声明でもありました通り、とにかく人の動きを止める、外出会食で面接、いわゆる顔と接触する機会、面接の機会、とにかく控えていただきたい、これ一つよろしくお願いいたします。でそんな中でも明日から年末年始となりますけども、いろいろな期間がお休みとなります。消防、救急、警察、自衛隊の皆さん、そして今回は医療機関の皆様には24時間365日の中でも本当に緊張感のある年末年始になろうかと思います。心から尊敬申し上げますとともに、皆さんでこれらの皆さんをしっかり支えるという意味においても、感染対策、そのために外出しない、会食しない、このことをもう一回検討してください。で、年末年始の習志野市内 その病院の関係なんですけども、開業医、いわゆる、かかりつけのお医者さんとかは、お休みのところが多くなります。で、そういう中にありましても、習志野市といたしまして、大きく2点、この年末年始の期間中でも朝の9時から夕方5時まで、これは習志野市内の
医師会の中で当番医というものを決めていて、そこのお医者さんに行けば受診することができます。ただしこの当番医につきましては、広報奈良市の12月15日号やホームページでぜひ確認してください。で、そして2点目として、夜の8時から夜の11時まではいつでも毎日保健会館といいまして、これは奈良市の市役所あるいは消防署の向かい側にある建物なんですけども、ここで夜8時から夜11時まで毎日診療を行っております。で、いずれもですね、必ず電話をしてください。これが大切なことです。いろいろな症状等があろうかと思いますので、必ず電話で確認することをお勧めいたします。で、なおそれを一覧表にまとめたものがこちらとなります。まず引きで、一時停止などをしてご活用ください。そしてこちらが、まずお昼9時から夕方5時までの体制です。各日によって、担当医が違いますので、ぜひご確認ください。そして夜の8時から11時、3時間ですけども、毎日奈良市の市急病診療所というところで診療を行っております。必ず電話してください。市役所、消防署、市役所の向かい側にある建物です。ということで、年末年始よろしくお願いをいたします。また発熱、咳、喉の痛みがあるとき、これも電話で相談ということなんですけども、このほかということで、緊急な場合はこちらの電話番号と連絡先で、ございます。こちらでございます。よろしくお願いいたします。この1年、年頭はオリンピックの話、あるいはこれからのにぎわい創出の話に、ずっと花開いておりましたけども、まさか新型コロナウイルス、この影響で、交流をしてはいけないというようなメッセージを流すに至るとは夢にも思いませんでした。しかし今こうなってしまった以上、必ずこのコロナウイルスに打ち勝って、そして乗り越え、そしてまた新たな未来をみんなで作っていかなくてはなりません。そのためにはまず今しっかり引き締めて、ぜひ一人一人で感染対策をお願いいたします。本日のお知らせは以上となります。引き続き会食は控えてください。そして感染拡大地域との不要不急な往来はやめてください。そして地域内での外出は自粛してください。感染リスクが高まる5つの場面につきましては避けてください。そしてこれが5つの場面ですけども、この感染リスクが高まる5つの場面を経験したなと思ったときには、必ずこの7点の行動をやってください。居場所を分ける、家庭内でもマスクする、こまめに手を洗う、惜しまず換気する、共同部分を消毒する、汚れたシーツ、衣類は洗濯する、そしてティッシュは密封してビニール袋などに入れて捨てる、このことをしっかりやってください。これいろんなところに広めていただければと思います。結構最近連絡お問い合わせが多いです。私の友人が検査を受けたんだけども、その間何をしたらいいだろうか、そういうような質問等もよく受けております。どうか皆さんこれらのことをしっかり行ってください。そして国県で言われておりますことを参考に、奈良市の市の新しい生活様式、このような形で進めております。非接触、なるべく触らない、触ったら消毒、手洗い、適距離、とにかく意識して離れる、計画的、空いている時間と予約を活用しましょう。3密を回避して計画的な予防策を講じましょう。
そして非飛沫、向かい合わない習慣、惜しまず換気しましょう。これらを皆さんで普及してください。次回は1月5日火曜日にお知らせいたします。この1年ありがとうございました。まあ、と言いましてももう私たち年末年始もうないというふうに思っております。私ももうほぼ出かけず家にこもっていようと思います。私が交流する分を必要な人に譲る、まあ、そんな気持ちで今とにかく外に行かない、人に会わないということを心がけています。どうか皆さんも同じような心境になっていただいたら幸いです。コンパクトに結束する習志野の総力を挙げて、移さないためにかからない、常にマスク、惜しまず換気、年末年始頑張りましょう。